1956年、長尾優5月22日から1975年11月11日は、日本の大将、昭和期における、司会大学教授、医学博士。東京医科史科大学所大学長。香川県出身。1887年5月22日、長尾優は、現在の香川県丸亀市に生まれる。丸亀中学校。 第一高等学校を経て1913年12月、東京帝国大学医科大学を卒業し、病理学教室を経験した後石原久氏が教授を務める東京帝国大学医科大学史科学教室に入局した。1916年9月には、ペンシルベニア大学史学部へ、自費留学し、歯科医療技術を学び、また、 歯科機材の重要性に注目し機材製造会社を積極的に見学し、1918年5月に帰国した。島、峰ルが歯科医長を務めていた東京医術、開業試験付属病院が、1917年医術、開業試験の廃止に伴い、東京帝国大学付属委員部員と文部省歯科医術開業試験病院歯科医師開業試験規則の、 実施に伴い歯科医師試験付属病院に解消に分離され、島、ミネトールが院長を任された文部省歯科病院に長尾は米国からの帰国後参画した。島、ミネトルを中心にした管理歯科学校開設の運動の中で、ようやく1928年10月12日直例により、文部省歯科病院内に東京高等歯科医学校が開設され、島、ミネトルが 初代校長に就任した。長尾は、米国留学以来、歯科補哲学を専門とし、私学は、医学と理工学を両輪として発展すべき学問との、信念を持ち鹿理工学講座を新設。また、1938年には、歯科材料研究室を設置した。長尾は島峰に指示してからは、修始島法と共に歩み、島峰が、東京高等歯科会学校に、 医学科が併設されて1944年、東京医学士学専門学校と改称された。直後の1945年2月10日に死去すると、2代目の校長に就任した。1946年、東京医科歯科大学所大学長に就任。1951年、新生大学となり引き続き学長を務める。同年に念願であった、歯科材料研究所。 文部省の了解を得て設立した、年譜、助赦助訓助赦、助訓、肖像くらい、訓一等随法省、社会及び国家、ありがとうございます。